ストライクドッキング、こんにちは、ヤオです。カラサです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで妄想ニュースキャラで見ていきましょう。まずはこちらです。はい、ということで国内5000万人突破記念で感謝の間が出現します。はい、感謝の間とは何か。新年でのワクリンの出現率が2倍になります。はい、なので厳選するチャンスでございます。こちらが11月26日0時から0時から来るで、11月30はいの0時23時59分まで来ておりますので、まあここでね、厳選したやつ厳選しちゃうのがいいかもしれないですね、この期間。はい、そしてまさかの属性限定の発表がございました。はい、今年6体目闇属性2体目ですね。闇属性2体目やばいね、ありえるんだと思ってしまった。はい、こいつです。バビロンで、性能なんですけど、重力ブロックマイン魔法陣ということで、天魔獣来るの早ない？これ、早いわ。俺来年のさ、その2月ぐらいとかさ、そんなもんだと思ったけど、このタイミングで来るかみたいな。これ驚いたね、えぐいね。きっと僕がアーキレットをゲットしてしまったんで、あ、もうそろそろいいかなと思って、運営さんがねもう出したと思うんですよ。なんかやっぱり、まあ自分勝手な想像ですけど、なんか僕中心でも務まってる気がしてるんで。監視されてるからね。はい、僕監視されてる気がするんで、はい冗談ですけど。はい、ってことで、まあ、とりあえずね、このギミック持ってるということで、まあこういう感じになってるわけですよ。で、貫通ですね、こいつ。で、SS8 ターンで、反射化になれるんで、実質反射タイプとして見ていいと思います。SS ターンチャージ L 持ってるんで、その艦隊で使用した場合はね。そう、だから、そんな貫通なのは気にならないかなって、俺は個人的には思っている。まあ実際使ってみなきゃ分かんない部分もあるんですけど、しかも相手も1段階成長させるんですよ。これが進化コートンでのエレメントポーションを速攻金にできる。そうすることによって殴れるターンをめちゃくちゃ増やせることができる。これすごいね。うん、キラーも全刺さりなんでしょう。キラーも全刺さりだね。足封じ、アジント侍、まあ侍とか、その途中ね、伊達さんとかね、侍、進化コートも侍かな。はい、で、神王封じも刺さって、うん、やばいね。やばい。神王封じラスゲとかね。めちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。で、友情コンボ見てみましょう。コピーまあコピーまあその下についてるから特にやばいかな。超強貫通弱点録音衝撃化、これがソロモンと一緒。ソロモンはまあ砲撃型ですけどね。こちらキラーノル、超強貫通弱点録音衝撃化になっておりますので、ラスゲの雑魚処理とかもめっちゃ楽だろうね。これは強いねいやー、これより強いの天魔獣で出ないんじゃない？もう最高峰がもうここで出ちゃったなっていう僕はイメージなんですけど、うん、もうこれ以上もう天魔獣は追加する気はほぼないかな。まあ工場でこいつほどじゃないけど、なんかさ、こいつをサポートする形でのキャラは出るかもしれないけど、実質こいつが多分最高峰になるんじゃないかなって個人的には思ってます。はい、まあパーティーに関しても幅広がるんじゃないかなと思って。今ってもうオニキス3の、まあオニキス2でなんかアレンジ加えるとか、3の1体なんかアレンジ加えるとか、マドカやらソロモンやら、まあ、デビパイやらっていう選択肢があったと思うんですけど、うん、なんかそれももっと広がりそうな気がする。一番最初のステージのアマテラスを抜けるのに、チハヤ使うとかもあるかもしれないし、なんだろう、いろいろ試せそうで、その天魔獣周回してる人はもうぜひとも欲しいキャラになるんじゃないかなって、個人的に思いました。で、まあこのギミック対応してるんで、絶対天魔獣以外でもやばいっす。まあコピーも持ってるしね。そう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 絶対天魔獣以外でもこいつやばいことしそう。で、反感対応だしね。そう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 。まずいね、これ。これまずいっすよ。これがおそらく今年の属性限ラストであろうキャラ。はい。いやでも本当びっくりした。闇属性2体出すか。ありえるんだね、そういうこと。いやもう。来年からはそれがあり当たり前の世界かもしれませんね。うん、で今年だから属性限ないと思ったんだよ。もうね、我々的にはね。そうそうそう、だってもう5種類出ちゃったじゃないですか。なんなら乙骨含めて6体だったじゃん、もともと。そうね、うん、それでこのキャラっていう。はい、まあ、まあ、時期的には辛いのはあるね。そうね、オーブ貯めたい期間なんで、ね。まあ、引くか引かないか問題に関しては引いたら間違いなく強いと思う。それはもちろん
だから天魔やらない人でも活躍できるって話よね、うん、できると思う。これはさすがに持ってるものが強いと思うんで、はい、まあ将来的に天魔やるよって方は持っといたら楽できると思うし、言うて鬼術さんだと、うん、まあバチバチにしてもちろんそれでまあ慣れたらある程度楽になるかなっていうレベルなんで、まあ、こいつ持っといたらだいぶ楽になるんじゃないかなとは思うよね。はい、まあ最強格かなり注目キャラなんじゃないかなって個人的に思います。はい、このバビロンが出るガチャなんですけど、11月26日から、28日月曜日の11時59分までの2日間開催ですかね。はい、まあここで引けばまあ 0.6% 一応チャンスではある。1万のそれか上半期下半期ガチャが今年もあるならばそこで引くチャンスだと思うね。確かに、多分入るでしょ。入るだろうね。うん、そしたらそこでのチャンスになるかなって思う。いや難しいな、まあ、天魔獣やる人は間違いなく引くべき。はい、絶対もうアヒル同居にするぞって引き込んでる人、これでこれで出て引き込んでる人は、うん、あの引くべきだとは思うし、でも天魔獣まだ全然やれてないよっていう方はそこまで引かなくても今のところ困りはしない。でも引いたら活躍はできると思う。はい、そしてラプンツェルが重心化回発表されました。見ていきましょう。はい、はい、性能なんですけど、転送壁のキャラ来ましたね。はい、転送壁やっぱり結構言ってるんですけど最近は少ないんですよ。はい、で現状で使えるところって言ったら、その重力魔法陣、そして非属性耐性、まあ、魔封じ、飛行封じ、これが使えるところっていうのは裏の26のなのかなって。はい、裏の26なんですけど、まあ、現状でも使えるキャラが結構いるんですけど、はい、まあその中の適正の1体入ったかなっていう感じ。まあ、ただやっぱり SS 動けないのはやっぱりマイナスかなと思います。個人的には基本的には動けた方が強いので、はい、まあ、でもステージによっては使えるところあるかもね。8プラス8でで友情コンボはね攻撃型で強いですね。16方向レーザー EL に全敵調教評価、丸く強いね。うん、丸く強いで、キラーが刺さってしまえば、さらに 1.5 倍できるっていう感じになっておりますので、まあ、友情での使うところ、うん、しっかりキラーが刺さればあるかなっていう感じで、現状では、裏切り26、あそこは友情はあんまり使えないですけど、まあ、シンプルに適正の1体になってるのかなと思います。まあ、将来にも期待したいですね、このキャラ。はい、これで反射水属性ガチャ弦2体目かな、うん、4号抜いてね、はい、秋とこいつになってる。で貫通キャラで言っちゃうと、あの最近だとその重力転送壁のドラーニアが入ってるんで、ちょっと怖くはあるよね。たまにハマるからね、いいですキャラは。そう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 、そこがまあちょっと覚えておくといいかもしれない。確かこいつ一緒だったなみたいな感じ で最近だとフィアも転送壁で、ね、貫通追加されたし、水もだんだん増えてきましたね。うん、まあ、この多さだったら転送壁だけっていうのもありえるからね。そうですね別に重力なくてもみたいな、転送株さえやってればみたいな、はい、ってな感じで、ここは将来性のラインでございます。はい、ってことでニュース見ていきましたけども、やはりびっくりしました。テーマ重適性のバビロン、僕はまあ引きに行きたいかなと思います。一旦、まあ、テーマ重やろうと思ってるんで、うん、せっかくだし引いていろいろ試してみたいかな。でせっかくやるならなんか複数体欲しいね。あれやっぱね、単茶 L で回したいんだよね、反射化になれるの。うん、別に貫通でも、その、ある程度はいいと思うけど、イシス戦だったりとか、まあ、伊達戦もそうか、まあ、伊達戦はまだいいかな。イシス戦とか、ハウサマリ狙いたいし、まあ、加工トーン戦はどうなんだろう、友情で解けんのかな、下手したら。うん、誰か爆発持ってったりしたら。うん、まあ、その方はちょっと試してみないとわからないんですけど、まあ、シンプルに複数やったら強いと思うので、はい、そこが注目かな。今回のニュースでは余裕ある方は、うん、狙いに行くのはありかと思います。はい、まあ、ついでに厳選もできるしね、引いたら神殿の2倍が来てるんで。あ、そうですね。はい、まあ余裕ある方は試してみるのもいいかもしれません。ということで今回以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ